最初にフルードが、流れてしまわないように、ホースをクランプで止めときます。で、ピストンを押し出して外すのにエアで外すといいんですが、タオルをかましてスカンってならないように、おっかないですからね、これ絶対指挟まないようにしてやってください。でこれピストンが取れましたが、結構綺麗だったんで、まあ特にオーバーホールしなくても良かったような気もしますが、まあせっかくなんでやっちゃいます。で、このブーツのところにスプリングが入ってるんで、それを取ります。このマイナスドライバーみたいなやつはブレーキ用の先が丸くなってるやつで、これを使うとよくて、これはピストンのシールが入ってるんで、これ重要な部品ですので交換します。で錆びてたらこういうなんか錆取りの専用ツールみたいなのがあるので、ちょうど溝にはまるやつがあるから、これを使うと簡単ですね。あとまあ綺麗にしてください。で、スライドピン外しまして、なんかちょっと錆びてたりなんかしたら、これはドラムのホイールシリンダー綺麗にするツールですけど、そんなんで綺麗にすればいいと思います。まあ綺麗に。でスライドピン新品ですが、これグリス塗って組みますと。でブーツも新品で、片方ブーツ入れてスライドピンをこんな形で入れます。で反対側どうやってやるかっていうと、これを貫通させて向こう側へずっこけさせてから反対側をつけますと。で戻してやればめでたく両側が入るという、このやり方でいいんじゃないでしょうか。次は、ピストン組みますけれども、さっきの、シールをやっぱりグリスを塗ってはめてやりますと。こんな感じで中も綺麗にしてありますと。で中もグリスを今度塗っといてピストンをつけるということになりますね。でピストンにもグリスを塗ります。でシリンダーにもグリスを塗っておいてください。でピストンをよいしょって、これ手で入るんで、手で入んなかったらちょっとおかしいです。手で入るので、手で入れてもらって、一番底まで入れちゃっていいです。で、ブーツをはめてスプリングの、針金みたいなのを、さっきと同じように入れてやりますと。これ入れた図ですね。針金がちょっと見えてると思います。スプリングですね。で、そしたらこれエアちょっとだけ入れてみます。思い切り入れるとスコンって取れちゃって意味ないんで、エアをちょっとだけ入れて、ピストンの頭をちょっと出してやりますと。こんな感じにしてやります。それからブーツをムニュムニュってやってピュッピュッて入れてやると、こんな感じですね。ムニュムニュってやってパシパシッと入りますね。でまあしっかり入ってるのを確認してもらって、で、スライドピンの動きなんかも見てもらって、これで、完成ということですね。はい、できました。であとはエア抜きなどしっかり通常の作業はやってください。